ねえねえ、マリサ。どうした霊夢。昨日数学の本を見てて、微分の演算子にルートがついたのが出てきたんだけど、これって本が間違っているのよね。いや、それは本が間違っているわけではなく、半微分を表す記号だな。半微分？半微分は、なかなか出会うことのない数学の概念だ。その計算方法は、微分とはかけ離れたくらい難しいものになっているぞ。そうなの？私にもわかるかしら？半微分を解く過程では、ガンマ関数という関数が絡んでくるんだが、これを理解していないと難しいぞ。でも、マリサがわかりやすく解説してくれるんでしょ？まあ霊夢が知りたいというのであれば、できるだけわかるように解説するぞ。知りたい。なら今日は、半微分について解説していこうか。と文系の私にもわかりやすくお願いするわ。半微分とは、微分にルートをつけたような見た目をしているもの、だ。つまり、このように表記されるものだな。普通の微分では、ここにルートはついていないぜ。この微分なら、私でも解けるわ。答えは 2x よね。正解だ。微分ならば公式があるから、誰でもそれに当てはめれば解けるな。しかし、半微分の場合はそうはいかないんだ。公式がないってこと？公式がないわけではないが、簡単な微分の公式では解くことができない、ということだぜ。これから、その半微分の計算の仕方を解説していくぞ。了解よ。ただ半微分を理解しやすくするために、まずは2回微分について軽く解説していこう。2回微分ってことは、微分を2回するのかしら？間違っていないが、その考えだと漢字を間違えるかもしれないな。2回微分の回は回数の回ではなく、階層の回だぜ。2回微分は、微分の微分を表すものだ。表記はこのように、微分を表す演算子である ddx に対し、分子の d と分母の x の指数に2を書いて表すぞ。ふむふむ。もちろん、3回微分や4回微分の場合も同様に、指数表記を用いて表すんだ。2回微分は、関数 fx を微分し、その微分した数をさらに微分する、という意味になるぜ。このように重ねて書くとわかりやすいぞ。なるほど、確かに2回、微分しているわね。次は、この fx に x の2乗を入れて考えてみよう。まずは、ddxx の2乗を求めるぞ。答えは先ほど霊夢が言ったように、2x だな。さらにこれを x について微分すると、答えは2になる。よって、x の2乗の2回微分は2、という答えが導き出されるんだ。順番に微分していけば、簡単に答えは出せるわよね。2回微分は、先ほどまでのように d と x の指数表記で表してもいいが、このように演算子全体を2乗したような形で書いても問題ないんだ。半微分の説明ではこちらの方がわかりやすいから、これからはこっちを用いることにするぞ。わかったわ。では、2回微分について詳しく理解したところで、いよいよ半微分について考えていこう。半微分は、2分の1回微分と言い換えることができるんだ。2分の1回って何？どういうこと？半微分は、微分にルートをつけた形で表すものだったな。ここで、ルートとは一体どういうものなのかを軽く考えてみよう。ルートは私でもよく知っているわ。でもどういうものなのか、と聞かれると難しいわね。ルートとは、その数の平方根を表す記号だ。平方根とは、2乗すると元の数になる数のことだな。例えば、3の平方根はルート3であり、ルート3の2乗は3になる、ということだぜ。2乗の逆みたいな感じよね。そうだぜ。そしてこのルートだが、指数表現に書き直すことができるんだ。指数で表すと、2分の1乗だぜ。ルートの記号は、2分の1乗の表記に置き換えることができる、ということかしら？そういうことだぜ。そしてこの2分の1乗の表記を半微分の方にも適用すると、このように書くことができるんだ。さっきの2回微分の時と似たような形ね。その通りで、先ほどの2回微分の表記と同じような形になっている。これが、2分の1回微分と言われるゆえんだぜ。こう書くのは理解できたけど、これが一体どんな性質を持っているの？それも、先ほど言った平方根の考え方から考察できるんだ。今はまだ半微分が何なのかわからないから、こういったものがある、と仮定して考えていくぞ。霊夢に一つ質問だが、平方根の性質を考えると、ルート ddx はどのようなものだと説明できるだろうか？言い換えれば、どんな性質を持っていてほしいか、だな。ちょっと私には難しそうな質問だわ。答えは、ルート ddx を関数に2回作用させることで、ddx を作用させた時と同じ結果が得られるようになっていればいい、ということだ。ルートの数を2乗したら元の数になるのと同じように、半微分を2回微分した時、普通の微分と同じようになっていれば OK、ということだな。確かにそうね、半微分が2個あれば、普通の微分と同じになりそうだわ。ここでは半微分を構築するヒントを探すために、まずは x の a 乗の n 回微分を計算していくぞ。最初は、x の a 乗の微分だ。この計算はどうなるだろうか？さっきの x の2乗と同じように考えると、まず指数の a を前に出して、その指数をマイナス1すれば良さそうだわ。答えは、ax の a マイナス1乗ね。正解だぜ。この式は、有名な公式だな。
続いて、この AX の A-1 乗をさらに微分することを考えるんだ。微分するには、係数の A はそのまま前に出して、X の A-1 乗の微分を考えればいいんだ。先ほどと同じように計算すると、A-1 を係数として前に出し、指数をマイナス1して A-1-1、すなわち A-2 が X の指数となるな。A と A-1 が、係数として前に出されたわね。さらにもう一度微分すると、A×A-1×A-2×X の A-3 乗となるな。3回微分をしたら、X の指数のこの部分が3になり、前に出てくる係数が A から A-2 までの掛け合わせになる、ということだぜ。この法則が N 回微分まで続くと考えれば、DDX の N 乗まで行った時はこのような式になるとわかるんだ。N 回微分だから、X の指数は A-N、係数は A から A-N+1 までの掛け算になっているのね。そうだぜ。そして、前に出した係数の部分をこのように式変形するんだ。全くわからないんだけど、これは、どんな風に式変形したの？ A の階乗は A から1までをかけた数だよな。そして A-N の階乗は A-N から1までをかけた数だ。それを細かく書いてみると、A-N の階乗分の A の階乗はこのように記すことができ、A の階乗の A-N の階乗以降を、約分によって消すことができる。すると、先ほどの係数の部分が残るだろ？ほんとだ、だから、さっきみたいな式変形が可能だったのね。ああ、平たく言えば、分母と分子に A-N の階乗をかけて考えた、ということだな。少し遠回りもしたが、これで N 回微分を N を使って表すことができた。この公式を用いれば、X の A 乗の形をしている関数の何回微分だろうと簡単に求めることができるぜ。そしてそれは、2分の1回微分も例外じゃないんだ。もしかして、この N に好きな数を代入して考えればいいのかしら？冴えてるな霊夢、その通りだぜ。ということは、N に2分の1を代入すれば、2分の1回微分を計算できそうね。あれ？でもこれだと、A-N の部分が A-2分の1になって、整数じゃなくなっちゃうわ。そうだな、階乗は整数に対して定義されるものだから、普通の知識では整数以外は計算できない。そのため、N の階乗を一般化する必要があるんだぜ。階乗を一般化？階乗は世の中に広く知られているから、すでに一般的よ。一般的ではなく、一般化だ。N の階乗を N を使った式で表すということだぜ。整数以外でも使えるように、階乗の概念を拡張する、ということでもあるぞ。整数以外にも階乗を使うって、一体どうやるの？これには、ガンマ関数、を使うんだ。なんか、どっかで聞いたことがある気がするわ。ガンマ関数については、以前動画でも取り上げているが、忘れてしまっている人も多いと思うので、軽く解説するぞ。ガンマ関数は、このように定義される関数だ。なにこれ、式が全然わからないわよ。この式自体は難解で、証明も理解も難しいから、一旦保留して、この関数の特徴的な性質を見ていくぞ。ガンマ関数には、大きく分けて3つの性質があるんだ。1つ目はこれだ、ガンマ X プラス1イコール X ガンマ X という式だな。どういうことを表している式なのかしら？この式は、ガンマ関数にある数を入れて考えてみると、その数より1小さい数が係数として前に出て、括弧の中身も1小さい数になることを表しているんだ。具体的に言うと、ガンマ3は2ガンマ2に変形できる、ということだぜ。ガンマ3の3より1小さい、2が係数として前に出て、括弧の中身も同時に2になる、ということね。その通りだ。簡単に言えば、係数として数を前に出すことで、ガンマ関数の括弧の中身を小さくしていくことができる、ということだぜ。2つ目の特徴は、ガンマ1イコール1ということだ。これは特に言うことはないが、ガンマ関数の X が1の時は、関数の値そのものも1になるんだ。これは、全然難しくないわ、単純ね。そして、これら2つの特徴を使うと、階乗の一般化をすることができるんだ。あれ？ 3 つ目の特徴は？ 3 つ目は、階乗の一般化とは関係ないから、ここでは解説しないが、後に出てくるぜ。まずは、階乗の一般化をしてみようか。整数 N が0以上の場合、ガンマ N プラス1イコール N ガンマ N と表すことができる。先ほどの、一つ目の特徴ね。ガンマ N に再び一つ目の特徴を作用させると、N が係数として前に出て、括弧の中身も1減るから、NN-1 ガンマ N-1 となる。この操作も、もちろん繰り返していくことができるから、括弧の中身が1になるまで繰り返していくと、このようになるんだ。ガンマ1が出てきたわ。これは特徴2が使えるから、普通の1に変換できるわね。そうだぜ、最終的に、ガンマ N プラス1はこのような式にすることができる。さて、これは何を表しているだろうか？あ、N から1までの掛け合わせと同じだから、N の階乗を表しているわ。そうだぜ、このことから、ガンマ N プラス1イコール N の階乗という等式が成り立つんだ。N の値は一つずれているが、階乗を N の式に表す、すなわち一般化することができるんだぜ。すごいわ。さて、階乗の一般化もできたところで、次は先ほどの N 回微分の公式にこれを当てはめて考えていこうか。すなわち、式の A の階乗と A-N の階乗を、ガンマ関数を使って表すということだぜ。どうやってやるの？
A の階乗は、一つ数がずれることに注意すると、ガンマ A プラス1と変形できるな。さらに、同じ考え方で A マイナス N の階乗はガンマ A マイナス N プラス1となるぞ。これで、N 階微分をガンマ関数で表すことができたな。では、この N に2分の1を代入して考えてみよう。式にある N は、この3つね。そうだな、これすべてに2分の1を代入して考えると、このようになるぞ。これが、X の A 乗の半微分だ。ガンマ関数を使えば、半微分をこれだけすっきりした式で表すことができるのね。半微分の式を出せたところで、半微分を2回微分して、微分と同じ結果を導くことができるかを確かめてみよう。半微分はルートだったから、確かにその性質を持っていてほしいわね。今見せた半微分の形を用いて計算していくぞ。まず、ガンマ関数を用いて表されている係数の部分はそのままにして、後ろの X の A 乗マイナス2分の1を半微分することを考える。まあ考え方としては、両辺を半微分するのと同じだな。すると、同じようにガンマ関数を含んだ分数と、X の A 乗マイナス1が出てくるんだ。ふむふむ、ガンマ A プラス2分の1の部分は、それぞれ分子と分母にあるから約分できるとして、最終的にはこのような分数と、X の A 乗マイナス1との掛け算になるな。ここで、ガンマ A プラス1は A ガンマ A と同じだから、ガンマ A でも約分できることになる。最終的な計算結果は、AX の A マイナス1乗となるぜ。あ、X の A 乗を微分した時と同じ結果になったわ。その通り、これで、半微分の2回微分は微分を作用させるのと同じ、ということが証明できたな。すごいわ、半微分の式は、さっきの式で間違いなさそうね。そうなんだが、実はこのガンマ関数を含んだ分数の部分を、ガンマ関数を使わずとも表すことができるんだぜ。そうなの、これで終わりじゃないってこと？ああ、A が実数だと難しいが、A が自然数の場合はそれが可能なんだ。ここでは、M を自然数として解いてみるぞ。M を自然数とすると、先ほどの半微分の式はこのように書き直すことができるな。A に M を代入した感じね。ここでガンマ関数の性質から、分子の部分は M の階乗と同じ意味を示しているから、このように書くことができるんだ。そして分母の方だが、こちらも M-2 分の1の階乗と考えることにして、このような式を導くことができるぞ。2分の1までを階乗の考え方と同じようにして書いて、最後はガンマ2分の1が残るのね。ここで、分子と分母それぞれに、2を M 回かけるんだ。すなわち、一つ一つの括弧に2をかけるから、このように変形されるぜ。この式を見てみると、分子は 2M までの偶数を順番に掛け合わせていった数になっていて、分母も 2M-1 までの奇数を掛け合わせていった数になっているんだ。分子は 2×4×6 のようになっていて、分母は 1×3×5 のようになっている、ということね。実は、このように一つ飛ばしに掛け合わせていくという意味を持つ記号があるんだ。それが、これだぜ。びっくりマークが増えたわ、それだけ驚きを隠せないということね。なかなか見る記号じゃないから、そういう意味では驚きかもな。また、ガンマ2分の1の部分だが、これはガンマ関数の性質の3つ目を使えばなくすことができるんだ。隠されていた、ガンマ関数の3つ目の特徴ね。それは、ガンマ2分の1イコールルート π というものだぜ。円周率の π が出てくるの？そうなんだぜ、ガンマ関数は円周率とも関連のある関数なんだ。それについても過去動画を参照してほしいぜ。このようにして、半微分をガンマ関数を使わずに表すことができるぞ。確かに、ガンマ関数は全て消えているわね。これが、半微分を式に表す、ということなんだ。半微分をこのように定式化すると、X の次数がきちんと2分の1下がっていることが確認できるんだぜ。余談だが、半微分と言葉が似ている半微分可能性は、全く別の概念だ。半微分可能性？ここでは説明しないが、半微分可能性は微分可能性よりも弱い概念だ。微分可能性とは、定義域の中で微分ができる関数の性質を指しているぞ。半微分可能性は、半微分の意味ではなく微分可能性の半分、みたいな意味合いを持っているのね。まあ、そんな感じの解釈で大丈夫だ。また、元の関数、その微分、半微分をグラフに表すとこのようになっていて、半微分は元の関数とその微分の中間を通るようになっているんだ。この図では、青いグラフが元の関数、赤がその微分、そして紫が半微分を表しているぞ。ほんとだ、ちょうど中間を通っているのね。このことからも、半微分の存在が確認できると言えるかもしれないな。また、今回は半微分を定式化したが、同じように辿っていけば3分の1回微分や4分の1回微分も可能なんだ。こうした数学分野を分数回微積分学、というぞ。そんな分野もあるのね、知らなかったわ。そんな半微分だが、日常生活でも役立っているんだ。日常生活でも、どういうことなの？実は半微分を用いることで、太陽光が一番少ない当時の、1.5 ヶ月後の2月が最も寒くなることを導き出せるんだぜ。そんなことができるの？ああ、さらに、土壌などのフラクタル構造に染み込む液体の解析などに役立っているんだ。日常的かどうかはわからないけど、私たちの知らないところで、半微分が使われているのね。というわけで今回は、
半微分について、その計算方法などを解説してきたぜ。微分は知っていたけど、半微分なんて全く知らなかったから、いい勉強になったわ。半微分があることで、微分の世界はまた広がるかもしれないな。半微分について、よく理解できたか？半分くらいは分かったわ。半微分だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画で半微分を計算したくなった方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。